またブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお、踊れる。人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。はよ出てかんとぶち殺す。あいつ啖呵切るのだけは声でかくていいよな。病、出て行けっつっただろう。桐生はどうした？まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今桐生さんのこと心配してたろ。お前はユーモアのセンスがあるな。カモン！もしかして助けてくれるの？嘘、ちょっとマジか。へへ、こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っております。口だけだったら分かってんだろうな。おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。 I'm gonna rip you to shreds。 さあ、てやりますか。俺の島で暴れた覚悟ができたんだろうね。あんまらぶっ潰して任せといて。終わらせる。俺の番だな。かかってみる。こいつでぶっちょけ。敵に回すと厄介だけど、味方につくと頼もしいよね。参ります。へばってんじゃねえよ。よし、うらっ、やらよっと。助かったぜ、病。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。さっさと出て行け。待ってくれ、病。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。
ああ、春日。俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ、バラクーダからも頑丈からも狙われて、まあ大ピンチだ。でも茜さんとラニオ連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい。ああ、 おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった。それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのに、そうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ、筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃ、うちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい。ちょっと一番だぞ。こら、親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといてええんですか。てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああもうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さーてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ行くぜ。くれるじゃねえか。ガツンと行くぜ。朝から
敵たちの城だな。ヤマイ、改めて頼む。俺らに手貸してくれ。我を通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。チッ、お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む、ヤマイ。ってことだ。わかりやした。下のもんにも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が、ヤマイが話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどな。お前がそれを言うのかよ、たく。あんた、カスが一番つったね。お、おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまで辛かしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな、それがマナーってもの。